どうも、わさびたまごです。どうも、わさびたまごです。はい、というわけで、今回は、はい、あの、超大物大企業、関西電力さんとのコラボでーす。はい、名前。しげちゃん。ハンザ。ミキティ。ポッピン。ももちゃん。エビちゃん。しげちゃん。しげちゃん。しかも、ただの社員さんじゃないからね。あの、ほんま部長クラスの方々しかいません。あなたたちが、はい、むしろメンバーを選定してるみたいな。まあそういうことですよね。はい、まあ、それはさておきですね。はい、まあ、こちらはですね、あくまで YouTube のフィールドなんですよね。でもカメラの前に立った以上は YouTuber ですかね。皆さん大企業さんの重役さんたちのイメージといえば、素人から見た、はい、もうお堅いおっさんとしか見てないわけです。まあそういうイメージは確かにあるかもしれないですね。もしかしたら実際 YouTube 見れるよっていう人います？あ、全然見てた。6分の5。しげちゃん何見てるんですか？動画。スポーツ系。おお、スポーツ系。なるほど。半沢さん。自動車なの？自動車。え、ミキティ。ASMR とか。あ、かろうじて YouTuber。ASMR か、もしかして ASMR ってわかります？くちゃくちゃ。私知ってる。あ、ちょっとやっぱ。いや、確かに知らないかな。そうね、あのしげちゃん舐めてました僕。完全舐めてた。というわけで今回やりたい企画はですね、はい、大企業のお偉いさんは YouTube のことどれくらい知ってるのですか。今からね、 YouTube に関するテストをやらせてもらいます。あ、それも YouTube に関するテスト、うん、で、しかも問題も、はい、マニアックな問題ではなくて、普段 YouTube を見ている若者だったら大体答えられるような当たり前の質問です。なるほどなるほど、うん、それを、まあ、皆様に解いてもらおう。というわけで皆さんね、まあ、普段企業でブイブイ言わせてると思うんですけども、今日だけはちょっとペーペーにやってもらってね。ペーペーになります。そうですね、もうしげちゃんがいかにも、もう社長オーラがすごい。いや、そうですね。今日はエネルギー問題じゃなくて、今日はね、若者問題に向き合ってもらおうかなと。もう YouTube は若者問題なんですか？YouTubeYouTube バー。あ、YouTube バーは。バー。なるほど、なるほど、はい。というわけで、やっていきたいと思います。はい。はじめ、e スペース NEXT! まだ見ちゃダメよ。はい、コマちゃん、そのちょっと、あの、ちょっと裏側から透けるかなみたいな感じで見ない。あ、コマちゃん、そういうことするね。コマちゃん、そういうことしない。それでは、試験始めます。よーどん。クーラーはダメよ。なんか埋める。はい、終了。お、エンジョイです。はい、じゃあ回収します。どうしようかな、どういうのがいいかな。先生すいません、ちょっと時間なんで、もう会議あるんで。なんだと、半沢会議か。間違えた。お疲れ様です。お疲れ様です。半沢部長ひどすぎる。半沢部長ひどすぎる。半沢部長マジでやばいから。はい、まあ、それではね、一人ずつ、まあ、発表していきたいんですけれども、初回どうでしたこれ、浜選手これ。まあ、今年のね、テストなんですけども、はいはいはい、まあ、例年より悪いね。例年より悪い。しかも一人逃げたもんね。逃げた。ストテストが多分悪すぎるからか知らないけど、半沢くんは相当あかんで。ちょっと退職者まで。退職者。はいはい。じゃあ一人ずつね、はい、発表していくんですけども、はいはい、で、まず、トイチの、まあ、YouTuber の名前を答えようという。で、この1番の緑のスライムのね、これはめちゃくちゃもう日本のトップのね、YouTuber さんで、これは全員答えないとまずい問題なんですけど、これは全員答えないと答えは。これはまずいです。これまずいですね、はい。で、半沢くんの答え、ガチョーンです。はい。世代じゃないと分かりません。あったねえじゃん。谷圭さん誰も知らない。生まれてないよ。ポーズで決めたから。ポーズ、ね、これで決めた。これで多分ガチョーンってなる。で、この右側のね、YouTuber なんですけど、これ知ってるよって言ったの。あ、ポッピン。スカイピース。そう。
もう超人気 YouTuber で2人組の YouTuber なんですけど、これ、半沢君の答え PC 兄弟PC 兄弟ですね。どういうこと PC って。まあ陰キャに見えたのかな。あのメガネかけてるっていうだけでなんかパソコンいじってそうみたいな。しげちゃん、こまちゃん、やばいな。てか、やばくないこの全員。合ってるのポッピーしかいいんじゃん、これ。あとポッピーしかおらない。はい、しげちゃんの初めて賞B 山。 B 山、いやでも若手 TV なんよ。 B 山、それなんで若手 TV 知ってるのって感じなんよ。え、若手 TV 知ってるんですか。子供が好きで。あすごい、若手 TV 好きだ。あ、100歴中なんよ。すごい、100歴中だ。すごい、すごい。若スカイピースのところに若手 TV って書いてある。スカイピースと若手 TV 結構フォルムちゃうけど。で、ミッキーに関してはちょっと ASMR 知ってるから、ちょっと YouTube 知ってるからと、スカイピースのこと鼻を伝願って書いてます。ありがとう。いや、ありがとう。後ろありがとうです。僕はどっちに見えたのかな。それ確認したいね、本当に。で、次この次の YouTuber、 あのエリちゃんがね最初言ってたんですけど、これはフィッシャーズっていう YouTuber なんですけど、うん、皆さんの答え、しげちゃん、東海オンエアです。あー、それは許せるよ。まだね、許せる。あ、そこは知ってたよ。すごい。てか、東海オンエア知ってるんやっていう。YouTuber? YouTuber、もちろん、YouTuber の問題ですからね。で、まあ、エリちゃんが、まあ、正解ということで、まあ、ポッピンもかな。4番目の人ですね。これは、まあ、僕たちも結構よくコラボしてる呼び乗り匠っていう、まあ、大学系の授業とかを教えてる、まあ、ちょっと変わり種のねYouTuber なんですけど。じゃあこれ分かってたら多分ポッピンさんだけっすね。ああ、ポッピンだけ。ポッピンさんなんとこの4問全問正解。すごい。唯一優秀。めちゃめちゃ YouTube ちゃんと。そうですね、はい。でもまあしげちゃんはこれ、ね、チュートリアル得意と。いける、まあ、な言われたらちょっと。ああ、まあでも確かにちょっと。コマちゃんはなんかいる。あ、ここにね、ここにね。あ、まあでもこのちょっとカメラ目線外すパターン。次問い2ですね。誰もが知る大人気 YouTuber ヒカキンさんの特技といえば、はいはいはい、ヒカキンさんはこれで有名だったんですよ。その特技とは何か。はい、これコマちゃんの回答。ヒカキンさんの特技、皿回し。皿回し。いや、これね、皿回しもあるんやけど、ハンザー部長結構ひどいこと書いてるよ。ハンザー部長の答え、課金してひぃ。どういうこと。課金してほしいってこと。あ、課金してほしい。だからなぜそれを特技として書いたのかよく全く分かんない。なんか課金やから、だから非課金やからじゃん、うん、課金しないやから。だから多分そういうことでしょ。うん、それを多分書いたんでしょ。答えはビートボックス。あのビチュッ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 みたいな。あ、そうそう、あれあれあれ。じゃあ問いさん、まあ、下記 YouTuber の収入源について、まあ、記した文章なんですけども、まあ、答えはまず先に言うと、昨今 YouTuber のマネタイズ方法は充実しつつある。じゃあ次の問い4、スパチャを用いて例文を作りなさいという問題なんですけど、スパチャというのはですね、まあ、意味を解説すると、本来はスーパーチャットという意味なんです。で、これどういうことかっていうと、ライブ配信をしてるときに、なので、まあ、回答としては人気の生配信者が生放送をしてたのでスーパーチャットを送ったみたいな、そういうのが、まあ、例文としては正しいと。半沢さん、ちょっと半沢さん何て書いてますか。半沢さんの答えはスパチャしてゆっくり寝よう。そんなの効能があるものじゃないよ、スパチャって。なんかあのスパとかお茶とかそういう。ああ、なるほど。リラックス系のあれ。なるほど、なるほど、なるほど。はい、しげちゃん、はい、今日は大事な会議があるので美味しいもの食べてスパチャして元気出そう。スパチャってもらう側が元気出るのか。これなんて思ったんですか。スーパーチャージ。おー、スーパーチャージ。なるほど、なるほど。おっしゃスパ、だから焼肉とか食べて、おっしゃスパチャやーみたいな。それでも YouTube 用語ではないですよね。その使い方入りそうですね。コマちゃんやばいな。コマちゃん何。昨日友達とスパチャ入りのスパゲティを食べた。あ、そうなんだ。これスパチャいいのね。あの、コマちゃんは本当に YouTube 見てないわ。これ本当に見てないこと証明。スパチャいいってなんか毒物みたいな。次のページなんですけども、問い5番、YouTuber の炎上について記した文章なんですけども、答えを言うと、まあ、炎上しないためにはまず釣り動画や、過激な動画を避け。釣り動画って知ってます？釣り、あ、
釣り？やっぱこうなんですよ。大企業とお偉いさんはこうなんですよ。あー、そういうことです。あ、いいこと言ってますね。釣り動画というのはその、まあ、話題性をとにかく盛りたがるんです。 YouTube においては結構よく見られると。ただ、万が一炎上してしまった際には、次の答えです。4番5番答え、潔く事実を認めて迅速に謝罪する。で、これポッピンがちょっとポッピンね、潔く坊主にしてスーツを着て視聴者に謝罪すると。そこまでやって初めて謝罪。結構もうだいぶやらかしてるから。あ、すいません、寒天さんは形から入る。坊主にすると俺、でも僕でも寒天さんがなんかそういうので坊主にしてきたらちょっと逆効果な気がするんですけど。思います。こいつらふざけてんのかなって思っちゃうから。これね、結構このコンビニ企画皆さんねちゃんとかけてました。こんな企画できんやろみたいな企画もありますよ。エリちゃん、コンビニの中で1週間暮らしてみたら。やるわけないだろって。やるわけないだろみたいな。ちょっと見たい。できたら伸びそう。しげちゃんさ、コンビニの店員さんレジ打ち早打ち対決。だいぶマニアックやろ。だいぶマニアック。もうだいぶマニアックなこの能力よ。はい、じゃあ問い8、千粒のメントスでメントスコーラしてみたという、まあ、企画なんですけど、ま、意味が分からない。意味が分からないって言われたらもうどうしようもない。あ、だからメントスコーラってそもそも知ってますか？メントスは知ってます。コーラは知ってますよね。メントスコーラが分からない。コーラにメントス入れたらプシュってなるっていう現象はご存知ですか？コーラの中にメントスを入れるとうわ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 って泡わって出てくるので、千粒入れたらうわってなるんじゃないかっていう企画なんですよ、これ一応ね。これ解説しなければならない。すごいです。そんな人類まだいたいなって感じ。だからそのサムネイル、まあ、サムネイルって言葉わかりますか？わからないです。サムネイルって言葉がわからないらしいです。はい。要はその YouTube を開くと画像がいっぱい出てきますよね。この一枚の写真で果たして多くの人がおって思うのかっていう。その観点で、花さんどうですか？一番いいサムネはありました？一番いいサムネは並べてますけど、はい、あ、この中で一番いいサムネ、これ半沢部長一番なんじゃないかってちょっと思ってます。半沢部長のサムネはこんな感じですね。何がこの球根、そう、植物か何かなと思うんですけど、これ要点が盛り込まれてて、爆発する瞬間が見たいですよね。瞬間をいかに、まあ、捉えられたかっていうのが今回の大事なポイントなんですよね。まあ、そういう意味で、まあ、半沢部長はちゃんと吹き出してると。問9、関西電力の社員で YouTuber をするならどういうチャンネル名が良いか、 YouTuber っぽいネーミングを考えてくださいという問題なんですけど、これ皆さんね、いろんな回答、まあ、模範回答で言うと、例えば関電さんっていうと、まあエレクトロニクスって感じなんで、エレキーズとかね。例えばこれエリちゃんの回答、はい、結構好きです。電気ですか？これ狙ってます。電気ですか？これ好きですよ。これよくない？いや、電気でしょ、元気を届けるっていう。あ、そういうこと。コンセプトも伝わる。コンセプト伝わるね、これ確かに。これちょっとね、ポッピンさんいかにもこれちょっと社員さん考えてそうだなっていう。関電丸見えチャンネル。だからちょっとパクってるんや。ちょっとパクってるんや。関電丸見えチャンネルは関西電力の YouTube で学生向けにチャンネルをやってて。あ、あるんですか、すでに。ここで宣伝がまさにね。すでにあれ、ここにあるんですか？あります。はい、じゃあテスト返しね、点数返していくんですけど、まず一番高かったのはポッピー。わー、はい、90点です。おー、すごい、ありがとうございます。さすが。そしてラスト、はい、途中総体の半沢部長、20点。じゃあしげちゃん、これどうでした？これこのテスト受けてみて。いや、自分若いつもりやったけど全然あかんなってことを実感しました。で、確かに、はじめしゃちょー知らずに若手 TV 知ってる人がいるってことが証明されました。確かに証明されました。確かに。はい、というわけでね、はい、
皆さん、YouTube のテスト、もう散々出来が悪かったと。もう散々出来が悪かったですね、これ本当に。出来が悪かったね。はい、というわけで、はい、まあ、一応今回はね、あの、僕らサイドのことをやったんで、次は、ちょっと寒天さんサイドのね、まあ、エネルギーについてね、ちょっと、ね、授業していきたいなと思うんですけれども。なるほど。あの、我々が授業するんですか？もうそうだ。最近ね、世の中ではね、ゼロカーボン化というものが非常に叫ばれていると。ゼロカーボン化。してましたか、半沢さん。二酸化炭素を出さない、うん、発電とか、まあ、いろんな時に出さないようにしているということですね。そうそう。なんかすごいあのさっき知ったみたいな感じで。しばらく、しばらく、皆様の本業ですからね。そうですね。はい、そうですね。あの、本当に今ね、あの、地球環境に配慮した、いかにこうクリーンに発電していくかということがね、求められているかと思うんですけれども、はい、発電時に CO2 出さない発電を知ってるよっていう人。あ、これでも全員、これ全員ってやるのおかしい。確かにね。全員ってやるのおかしい。じゃあ、ポッピン。はい。え、何がありますか？風力発電。おー、正解正解正解。あ、じゃあ、エリちゃん。太陽光発電。おー、正解正解。水力発電。地熱発電。おー、他？はい。まだ言ってへんやつありますよ。大手の、ね。はい。あと、重要なのが一つ。はい。原子力発電。お、そう。それが聞きたかった。フランスとかでも有名な。今出た発電の中ではどれが一番熱いんですか？時代に合ってるって。何が熱いですか？はい、あ、しげちゃん。今太陽光が非常に増えてきてると思います。おー、太陽光。それはどういう、これは技術の発展ってことですか？技術の発展もそうですし、各企業さんからも太陽光をつけたいというようなニーズが増えてきて。なるほど。まあそうですね、はい、太陽光で非常にクリーンやから、それでも非常にね、やっぱ注目されてると思うんですけど、はいはい、ただね、そこばっかりに依存することもできないから現状ですよね。そうですね、各発電っていうのはそれぞれ必ずメリットデメリットがあります。おお、なるほど。メリットデメリットあると。例えば太陽光ならどういうデメリットがありますか？はい、半沢さん。太陽が照らないと発電できないんで、はい、あの、天気に左右されてしまう。そうですね。じゃあ僕が懐中電灯バッと当てたら発電とかできます？懐中電灯で電気使っちゃいますね。よく分かってる。じゃあ何が必要かというと、せーの、エネルギーミックス。はい、そう。これは何ですか、これは。浜さん、これはですね、はいはい、お互いがお互いの弱点を補い合って、いろいろな発電を組み合わせてやっていこうぜっていう考え方なんですよ。今日は雨や、太陽光無理やけどこっちの発電でやろうとか、それもそういうことですか？そういうことです。ちょっと1個ね、ちょっと数式をね、覚えていってほしいんですけれども。数式？数式です。 R イコール、はい、サイン2分の3シータ。何これ、何、ポッピンがもうダウンしてる。そうですね、これね、どうぞをかけるかっていうとですね、こんな花びらみたいな色になります。はい、またこういうなんか花びらみたいなね、これ何を表してるかっていうとですね、よく見るとですね、花びらが1枚ずつ何か何かを表してる。そう、よく見るとこれ発電に見えてくるんですよ。いや、もう全然見えないんですね、現状全く見えないんですけど、はい、これが火力発電。あ、なるほど。これが水力。なるほど。要はこれ何が言いたいかっていうと、まさしくこれ先ほど言ったエネルギーミックスの話をしてるわけですよ。なるほど。ね、つまりお互いをお互いの電力を補い合って、なるほど、こう一つのね、電気というもので日本を支えているということを象徴したグラフなのですよ。というわけで、はい、今日はね、はい、授業してきたわけなんですけれども、はい、関連さんとね、コラボさせてもらって、思ったんですけど、はい、ほんま皆さんね、ラグというかね、こんな僕がもうチャランポランにやっても、もうなんかみんなラグに、はい、もうすごく受け止めていただいて、言い方ばっかりで。いや、そうですね、最初良かったです。最初入ってきた時、役員会議かと思いました。まあ、実際、ね、会社でもあれです、ね、手術じゃなくて普段の私服とかいうか、あ、そうですね、ラグな、マジか、そう、すごいな、これ。そう、大企業でちょっとお堅いイメージとかもあるかもしれんけど、スーツじゃなくて、まあ、私服で出勤とかね、いい意味でラグっていう、ね、いや、それすごい会社さんなんですよね。で、まあ、関連さん当然ね、エネルギーとその、ね、日本の電力を支えてくださっているということなんですけども、はいはい、安全性とかすごく真摯に、まあ、そうですよね、もう一番大事ですよね、その電力会社さんで安全性は大丈夫なのか、素人目には気になりますもんね。例えばその原子力とかね、皆さんやっぱその原子力ってなんとなくやっぱ不安なイメージ、そうですね、はい、持っていると思うんですけど、まあそうですね、はい、日本にいる以上は、はい、なんとね、関電さんね、はい、もうとんでもないのが、何が、年間で、はい、なんとその原子力発電における訓練の回数が、はいはい、なんと5000回以上と。
よく分からへんよ、これ完全に5000は3分の1で20回ぐらいやってる10回、15回ぐらい1日やってたの例えば、あとは、まあ、発電所って結構海に近いところに、はいはいはい、まあ、設置されてることが多いと思うんですけども、はいはい、波を避けるためにこの防潮堤を、なるほど、なるほど、まあ、設置されたりとか本当にこう、いろんなものを考慮して発電所を安全に建設されてますから、はいはいはい、あの安心してこうエネルギーをね、はい、もう使わせていただけると、はい、ということで本当にありがとうございます。ありがとうございます。電気をぜひね、死ぬまで供給してもらうと困るからね、まあね、まあ、というわけでね、はいはい、まあ、エネルギー問題はね、はいはい、いろんなことがやっぱ起こりかねないので、はい、やっぱそのいろんなことを想定して、まあ、安全にかつ安定的にやっぱエネルギーをね、はい、供給する仕組みがすごい大事だと、はい、ということで、もう関連さんもそれをもう体現してらっしゃると、そういうことですね、はい、はい、なんとなく漠然にね、不安に思っている人もいるかもしれませんけど、はい、やっぱその知る、もう知識をちゃんと、正しい知識を知るっていうのがやっぱ一番大事で、それがね、まあ、関連さんの目的、まあ、願いでもあるので、はい、皆さんもよかったら発電とかについてもっとね、勉強してもらえたらいいかなと思います。概要欄ですね、はい、今回その関連さんからこのアンケートがね、この動画に関してね、アンケートが設置されてるんで、なるほど、まあ、よかったらね、まあ、簡単に答えられるらしいんで、はい、答えてみてください。はい、というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。